東京高等地方簡易裁判所合同庁舎は、日本の裁判所の合同庁舎である。東京高等地方簡易裁判所合同庁舎、東京高等地方簡易裁判所庁舎とも表記される。国有資産の公開情報によれば、東京高等裁判所、私的財産高等裁判所、東京地方裁判所、東京簡易裁判所が入居する。 高さ92メートル、地上19階、地下3階の合同庁舎である。内部に設置された法廷の数は150を超え、1日あたりの利用者数は1万人を超えるとされている。日本の裁判所で最初に、庁舎入り口に金属探知機ゲートと手荷物検査のための X 線で荷物検査機を常時設置した裁判所である。裁判所職員、検察庁職員、 法務省職員、弁護士、司法修習生以外の一般人は、金属探知機ゲートを通過して荷物検査を受けないと、中に入れない。なお、放送関係者と一般人とでは、入場ゲートが異なる。東京高等裁判所、東京地方裁判所、東京簡易裁判所の入居を目的に、旧、最高裁判所庁舎跡地に合同庁舎が建設されることになった。 最高裁判所を建築士とし、最高裁判所事務総局経理局営全課が、設計を、また、三井建設、鹿島建設、住友建設の3社が施行を行った。竣工日については、1983年とする資料、同年11月とする資料、1984年4月とする資料、同年5月とする資料がある。 建築物としての評価は高く、1985年に b c s 賞を受賞している。2005年に東京高等裁判所の特別の支部として、私的財産高等裁判所が発足すると、同裁判所も入居することになった。利用者の利便性を図るため、低層階に法廷を配置し、高層階に事務室を配置するなどの配慮を取っている。また、 旧最高裁判所庁舎の跡地に建設されたことから、かつて当庁舎に設置されていたシャンデリアが玄関ホールに移設されている。最高裁判所が運営する公式サイトでは、東京高等、地方、簡易裁判所合同庁舎と表記している。その他にも中黒抜きで、東京高等地方簡易裁判所合同庁舎と表記されたり、合同を略して、東京高等、地方、 簡易裁判所庁舎と表記されることもある。また、国の官庁映像を所管する国土交通省のウェブサイトにおいても、東京高等、地方、簡易裁判所合同庁舎と表記しているが、一方では、中黒抜きで高等を略して、東京地方簡易裁判所合同庁舎とも表記している。英語での表記については、コートハウスオブ東京廃校と、東京ディストリクト校と、 アンド東京サマリーコートとされている、東京高等地方簡易裁判所合同庁舎。ありがとうございます。